はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に三ツ矢サイダーを混ぜて飲んでみました。まあできればですね、生卵に混ぜるジュースは新しい新商品の新発売されたジュースを混ぜて毎日レビューしていきたいと思っております。ただまあ低所得者なので、以前にも混ぜたジュースであったり、新発売ではなくて50円ぐらいで買えるような安いジュースを混ぜることもあります。それはちょっと収益化するまではご了承ください。で、この三ツ矢サイダーはですね、セブンイレブンでキャンペーンですかね、無料でいただけたので早速混ぜて飲みました。で、サイダーっていうのはですね、コーラとはまた違う味わいの甘さと爽やかな炭酸で素晴らしいジュースですよね。で、このジュースと生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっていると言えると思います。なのでぜひ皆さん、生卵を飲むときはサイダーを混ぜて飲んでみてください。現時点で発売されているかどうかは分かりませんが、トップバリューでカロリーオフのサイダーが売られていたんですね。一時期すごい好きでよく飲んでいました。で、本物の糖質が入っているサイダーを飲んで頭の中で比べてみますと、ほとんど変わりはないですね。糖質オフのサイダーであれだけ甘くて糖質がないっていうのはありがたい話ですよ。何回も何回も同じことを言っちゃってるような気がしますが、こういう技術革新っていうのはこれからどんどん進むんだと思うんですよ。すべての食品や飲み物が糖質オフになっていくんじゃないでしょうか。まあ日本だと糖尿病が国民病みたいなもんで苦しんでる方たくさんいますよね。でも糖尿病っていうのは炭水化物を控えて太らないようにすれば誰もならないんですよ。分かっちゃいるけどやめられないわけですよね、ダイエットっていうのは。確か世界では餓死亡くなる方よりも肥満を原因として亡くなる方の方が多いそうなんですよ。まあそれぐらいですね、人間にとってダイエットをするというのは難しいわけですよ。でもカロリーオフ、糖質オフのサイダーが生まれたように、すべての飲み物や食品がですね、糖質オフになってくれればですよ、みんなが病気にかかることなくグルメを楽しむことができる QOL、 人生の QOL は幕上がりしますよね。というか、そろそろ飲み薬で脂肪を減らしてくれる痩せる薬っていうものがそろそろ生まれてもいいんじゃないかなって思うんですよね。そうするとみんなはもう思う存分ラーメンも油そばもカレーライスもピザも楽しむことができるわけですよ。で、さらに技術革新が進んで、ラーメンや油そばやピザとかが水道水と同じぐらい安くなるかもしれない。水道水と同じぐらい安くたくさん美味しいものを味わうことができて、しかも太らないという、まあそういうユートピアが来るのかもしれませんね。やっぱり一日でも長生きしてですね、ユートピアを味わいたいと思っております。独身男性の平均寿命は67歳だそうですから、それに負けずにですね、なんとか。細く長くでいいですから、細く短くでいいって言ってる人もいるんですが、僕は細く長くで何とか生き延びていきたいと思ってる次第でございます。ということで現場からは以上です。